浜田美智子は日本のシンガーソングライター、ボーカリスト、作曲家、作詞家、編曲家。兵庫県生まれ、血液型は B。フリーの作編曲家として自身の音楽活動の企画、制作、プロモーションをセルフプロデュースしている。音楽好きの母親の影響を受け、幼い頃から主に60から80年代の洋楽を聴く。3歳からピアノを習い始め、 9歳から邦楽などのポップスピアノを独学で勉強。16歳からピアノ弾き語りを始め、地元の CD ショップでライブを行う。高校卒業後、本格的に音楽を勉強するため、大阪音楽大学短期大学部、ジャズポピュラー専攻防カルカに進学。様々な音楽ジャンル、パフォーマンスを学ぶ。主に関西の様々なライブバーにて、 ピアノ弾き語りのレギュラーワンマンライブに出演。2021年好きなアーティストとして、キャロル・キング、ダイアン・バーチ、ボニー・レッド、リンダ・ロンシュタット、スティービー・ワンダー、エミル・ハリス、カー・ペンターズ、テイラー・スウィフト、デュア・リッパ、ジェス・グリーン、エド・シーラン、エアロ・スミス、スーパー・フライ、ウルフルズなどを挙げており、ある時に60年代から90年代の洋楽に影響を色濃く受けている。 ありがとうございます。